それから先ほどね、整体施術をしててどうしても苦手な人がいるとあのこの人苦手ないな、この人に施術すると自分が嫌なのってやつですね。これもよく質問されてきたんですけれども、苦手とはどういうことかをちょっと考えてほしくてね。苦手、この人のことを自分は苦手やって思うってことは、自分の中にその人と出会ったりその人を見ると自分の中に緊張という反応が起きるってことなんですね。だから苦手になるんですよ。人間って何か人がいる、そういう刺激に対して反応して、それが快か不快かを分けてるんですよ。それが不快なんではなくて、それを例えば見たにしましょうか。見たらそれが自分が反応するわけ、何かので、その反応って基本的には2つしかなくて、緊張かリラックスかっていう反応しかないんですね。でそれを見た時に緊張っていう反応を示してしまったら、それは苦手な人になるし苦手なことになるわけですよ。私これ苦手なんです、これやること苦手なんですっていうのも、それがなんで苦手なのかっていうと、それをやろうとすると自分の中に緊張が生まれてしまうから苦手なことなんですよね。で人も一緒なんですよ。でもじゃあその人と見た時に自分がリラックスするっていう反応できるようになってしまったらどうなるかと、苦手じゃなくなってくるってことになるんですよね。だから精神的に気持ち的に苦手、それはもうしょうがないから思ってていいんですよ、ね、だから来たらどうけんこれ、うわーってやっとくんですよ。ほんなら緊張緩むでしょ、ね、その人一瞬イメージしてゴッゴキーレボルやるんですよ。ほんならその人に対して緊張という反応はほんまに消えるんですね。そしたら苦手な人がなくなってくるってことです。苦手な人なくしていくとすごく なくなってくるんですね。僕も整体で苦手な人を持つわけにはいかなかったの でこの人に嫌な感じやで直してあげないといけませんからね。だからそういうのなくして、自分に緊張してるな、この患者さんなんかもうずっと痛いしか言えへんし嫌やなとかねそれを自分が緊張してしまってるんですね。でなんか治りが遅い、この患者さんだけ治れへんねんな、その精神状態ってめっちゃ緊張じゃありませんですよね。だからそれを手放すっていうのが言いますけれども、手放そうとはって手放せないわけであって、緊張を緩めていくってことなんですよ。精神面を何とかしようとするんじゃなくて、肉体レベルでどっかに必ず緊張が出てます。それを緩められた時に苦手ではなくなるってことです。それがもう答えですね。だから一発で苦手をね、得意にしようかって思わなくていい。ちょっとずつでいいから、自分がその人と出会ったり、そのことを考えたら、緊張してるっていう自分に気づけたらいいんですね。あ、そっか。それを緩められたら、クリアできていきますんでね。最後までご覧いただき、ありがとうございます。今日の動画を見て、何か少しでも役に立ったとか、面白かったとか、ありましたら、ぜひ、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。